定スキルのハナキンラジオ。皆さん今週もお疲れ様でした。転生貴族鑑定スキルで成り上がるアルスロベント役の藤原夏実です。鑑定スキルのハナキンラジオ、この番組は上がるアニメ枠にて第2期が放送中のテレビアニメ転生貴族鑑定スキルで成り上がるの魅力を花の金曜日ハナキンにお伝えしていく番組でございます。はい、ということで今回でハナキンラジオ23回目。いやー、ありがとうございます。今回も11月1日ということで、11月に入ってしまいました。今年ももう終わりますね。はい、ということで、もう過ぎてしまったんですけれども、あれ昨日31日でしたっけ、ハロウィンって。ハロウィンがありましたけれども、私毎年なんですけど、今年こそはハロウィンっぽいこと絶対したいって思いつつ、多分まあ今年もおそらくやってできていないと思うんですけれども、視聴者の皆さんは何かハロウィンこと、ハロウィンっぽいことできましたでしょうか。そうですね、それこそ西と東で大きなテーマパークそれぞれあると思うんですけれども、まあ、そこに行ってハロウィンっていうものを体全体に浴びることができたらいいななんて思ってます、来年の目標として。で、あと仮装とかやっぱちょっとしてみたいなって思うんですけれども、仮装するなら恐竜とかそこら辺のすんごい怖いホラー的な仮装をして、なんか友達とかいろんな人を脅かしてやりたいなっていう野望が一つあります。それを2025年できたらいいななんて思うんですけれども、はい、そんなハロウィン仮装にちなむかどうかわかんないんですけれども、鑑定スキルの新しいグッズがなんと登場したらしいですけれども、今回不思議の国をテーマにした新規書き下ろしイラストを使用した鑑定スキルの新しいグッズが登場ということで、こちらなんと11月16日土曜日からですね、イーオストア池袋本店にて発売が開始ということで、こちら缶バッジとかアクリルカードとかアクリルスタンドとかキャラクターたちのすごい普段見られないような、こう不思議の国のテーマならではのね、感じの雰囲気が漂ったグッズが販売しましたので、皆さんぜひお手に取って見ていただけたら嬉しいです。はい、購入特典もあるのでこちらよろしくお願いいたします。うわー、よし、ということで、さあ今回のゲストは、作品を彩るオープニング主題歌を歌うあの方々です。それでは鑑定スキルの花金ラジオ始めていきましょう。改めまして藤原夏実です。それでは今回のゲストの方にご登場いただきましょう。オープニング主題歌スキラウェイクを歌うパスコードさんからこのお二人です。それではどうぞ。大神ひな子です。有馬えみりです。パスコードです。おっとっと、あれもう一回やっとくか。あれいつものやつやけどな。大丈夫ですか、もう一回やっとく。はい、パスコードです。オッケーオッケー。大神ひな子です。有馬えみりです。パスコードです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。やばい、なんか幸先不安になってきました。大丈夫かな。あれですか、ちょっと私もちょっと緊張をしているんですけれども、はい、お二人もちょっと緊張されている感じでございます。そうですね、初めてのラジオ慣れしてなくて、いや本当に台本通りによろしくお願いしますって言っちゃったなって感じなんです。そうなんです。アニメのこういうラジオに来られるのも初めてです。なんと初めてよ、鑑定スキルに。ありがとうございます。すいません、MC の藤原と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、私たち、私藤原と、はい、パスコードさん、初対面でございまして、はい、楽しいお話をちょっとできればいいなって思ってるんですけれども、はい、ということで今回は、ラウドロックをベースに大迫力のシャウトと重く歪んだサウンドが魅力のボーカルダンスグループ、パスコードさんから大神さんと有馬さんにお越しいただきました。改めましてよろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。お二人はあれですよね、関西大阪のそのパスコードさんって大阪をこう、そうですね、出身は大阪と兵庫ですね、うんうん、みんな関西です。関西、はい、もう4人メンバーの方皆さん全員関西です。すごい、やっぱ
盛り上がったりしますか？その関西の方って、はい、やっぱお話が上手なイメージがあるんです。そうなんです。そういうイメージを持たれがちなんですよねでも全員が上手いわけじゃないんですよね。そうなんですね。そうなんです。結構内弁慶な感じなんで、楽屋とかで4人でずっと喋るだけみたいな。そうなんですね。そっか。そじゃあそのそれこそ MC とかをやったりするときとかはもうずっと緊張しちゃうみたいな、え、緊張します。なんか人見知りもあるんで、私たち、そうなんですね。なんでなんかそのライブでそのイベントとか対バンとかいろんなアーティストさんと一緒になるときに、なんか廊下ですごいアーティストさん同士盛り上がってるのとかが聞こえるんですよ、楽屋にいたら。出れないんですよね。なんて話しかけたらいいかなとか、そういう感じになっちゃう。なんかちょっとトイレとか行きたいなと思っても、あの盛り上がり終わってから行こうみたいな。すごい。めっちゃ気を使ってらっしゃる感じで。打ち解けるまでにね、ちょっと時間がかかっちゃったりとかしますね。ちょっと同じ匂いを感じます。親近感をすごく感じます。よかったです。嬉しい。よかった。オープニングトークでちょっとハロウィンの話をさせていただいたんですけれども、お二人はハロウィン、今年のハロウィンとかなんかやったり、イベントとかやったりとかしましたか？でもそれこそさっきおっしゃってた、西の大きなテーマパークに行きました。あ、すごい。やっぱすごいですか？私行ったことなくて。そうなんですね。そうなんですよ。もうその街の中みたいなところをそのゾンビたちが練り歩くっていう、そうなんですよ、その祭りみたいなのがあって、それは結構臨場感があって楽しいですね。いいな。なんかやっぱこう動画とかでこう上げられてる方いらっしゃるじゃないですか。そういうの見て、キャストさんっていうんですか、が本物みたいな感じでゾンビとか、クオリティすごいですよね。すごいですよね。本当に怖くて、怖いの苦手なんですけれども、めっちゃ怖いもの見たさで行きたいなみたいなのがすごいあるんですけど。いや、でもぜひ体験してほしいです。一回行ってみたい。有馬さんは行ったことありますか？そういう場所。私はできるだけ空いてる時に行きたいんですよ。西も東もテーマパークが空いてる時に行きたくて、だからそれこそハロウィンとかクリスマスは避けて行ってますね。むしろめっちゃ激混みですもんね。そうなんですよ。てか家から出ないです、混みそうな日はもう。確かに。東京のハロウィンって本当すごいじゃないですか。そうですよね。渋谷とか東京とか。私も確かに有馬さんの言う通り、ね、ハロウィンはあまりそういう都心に出ないようにしてるとこあるなって。パーティーしたりとかね。ああ、確かに。ちょっと日付をずらしたりとか、そういう感じですね。ああ、確かにな。じゃあハロウィンっぽいことはお家でできたらって感じですね。ああ、なるほど。ありがとうございます。ハロウィンっぽいことを教えていただいて。なんか仮装とかやったことあります？仮装は毎年やりますね。そうなんですよ。私たちファンの方にチェキを撮影してお届けするというのを結構企画でやってまして、すごい。で毎年10月はそのハロウィンコスプレチェキみたいな、やっぱそういうのやったりしてます。どんなの？去年とかなんか今までどんな仮装されました？去年は大神はなんかギャルのコスプレとかしました。金髪みたいな。いや、でも本当にコスプレって言いながら本当にクオリティ低すぎて地毛でやったし、もっとなんかマンバメイクとかしたかったんですよ。つけまとかもう目バッチリみたいな感じの。そうなんですよ。でも全然顔は普段通りにしちゃいました。ちょっと来年からもっとクオリティ上げたいと思います。そうか、ギャルだけは結構ナチュラルメイク的な感じの。そうなんですよ。なんか服だけちょっとルーズソックスとか入っちゃいました。あー、なるほどな。でもギリ今はなんか普段あんまそんな格好しないですもんね。そうですね。すごい。ギリ。うんうんうん、うん、ギリギャル。次どんなのやってみたいとか。でもなんか何気にキズメイクとかしたことなくて。確かにゾンビメイクとかやられる方いますもんね。ちゃんとやってみたいなっていうのは思ってますね。難しそう。あれ全然私それ仮装とかやったことないんですけど、最近なんか貼るだけで傷になるやつとか売ってるんで、そん
そうなんだ。それを駆使してちょっとうまいことできないかなみたいな。じゃあこれからのそういう仮装するタイミングではチャレンジしたいです。すごい、こんなことも聞ける。ありがとうございます。私藤原が仮装したらこんなのが似合いそうとかってちょっとおこがましいんですけれども、はい、お聞きしてもいいですか。私は、うんうん、あの不思議の国のアリスの、うん、なんか青っぽいワンピースですか。あのアリスさんが来てらっしゃる、うん、アリスさん、アリスさんが来てらっしゃる、うんうん、あのワンピースとかめっちゃ着てほしいです。あれか、金髪のなんか長いウィッグとかもつけて、はい、つけて黒いカチューシャもつけてみたいな感じで、うん、めっちゃ似合いそう。ガチな感じでやってみっか。ちょっと来年の目標でちょっと候補にさせていただきたいと思います。、はい、ありがとうございます。はい、ということでちょっとね、いろんなお話もして距離が縮まったのではないでしょうか、うん、ちょっとこのタイミングでお便り読んでもよろしいでしょうか。はい、ラジオネームブルータスさんからいただきました。ありがとうございます。藤原さん、ゲストの大神さん、有馬さん、こんにちは。こんにちは。アニメ2期楽しく拝聴しております。僕は今回の鑑定スキルでパスコートさんのことを初めて知りました。オープニングのアニメーションはとても爽やかで、そして力強さを感じるなと思っていたんですが、後半ですごい声が聞こえてきてんとなりました。すぐいろいろ調べて今やすっかりファンです。今回コミュ力お化けの藤原さんがゲストのお二人のことをたくさん掘り下げてくれると思うので、それも楽しみにしています。ちなみにゲストのお二人はキャッチボールは好きですか。仲良くなった証があるとしたら何をしたら仲良くなった証になりますかという、お便りをいただきました。すごい角度で着地した。最後これはあの物理的なキャッチボールですかね、はい、っていうこと。そうです、あのこのキャッチボールはあの藤原がすごくキャッチボールを好きっていうのが、はい、この鑑定スキル界隈で、はい、もう、うんうん、当たり前みたいなことになっちゃって、ま、そうなんですよ、ね、毎回何かとキャッチボールがしたいとか言ってるので、それをブルータスさんも多分おっしゃってくださってると思うんですけれども、どうですかお二人、キャッチボール やったことあります。あります、はいはい、あ本当ですか。お父さんとかと。おお嬉しい、めっちゃ嬉しい顔してくれてる。なんで好きになったんですか、うん、キャッチボール。あ、なんか、うん、学生の時にそれこそ家族となんかバーベキューの合間にやったりとか、うん、し始めて、うんうん、うわなんかこのミットにグローブにパチンってくる感じ、そしてうまく届いた感じ、めっちゃ快感みたいな感じになって、そっからすごくキャッチボールが好きになって、時を経てこう社会人になって、はい、キャッチボールをできる友達仲間も増えてさらに好きになったんですけれども、そうなんです、私のキャッチボールを好きになったきっかけはこんな感じなんですけれども。社会人になってからキャッチボールできる仲間って増えるんですね。そうなんです、意外にいて、なんかそれこそあんまり今までやったことないって言う子がほとんどだったんです、うん、仲間の中で、はい、ちょっと楽しいから一回やってみようみたいな感じで誘ったところ友達もハマってくれて、それからまた今度やろうよって言ってグローブも買ってくれたりとかするぐらい、すごいめっちゃキャッチボール仲間になってくれたりとかしてる子が私の前にいるんですけれども、まあでもお二人は大人になってからはあんまやってない。大人になってからは一回もやってないかもしれないです。それこそ私あの小学生の時にソフトボールやってたんですけど、うんうん、本当ですか。そうなんですよ、だから毎週末ミット握ってキャッチボールしてたんですけど、うん、最高ですね、かっこいい、うん、もうでも実家に置いてあるグローブとかも、うんうん、もうなくなっちゃったかもしれないです。あ、しばらく触ってないから、これを機にちょっともう一回やってみようかな。おや、どうですか私の一言で。またちょっとキャッチボール仲間、キャッチボール人間が増えるかもしれない。ちょっとぜひ有馬さんも。あ、そうですね、私も、はい、あのひなちゃんに教えてもらって、はい、やろうかな。よろしくお願いします、うん、はい、でちなみに仲良くなった証があるとしたら何をしたら仲良くなった証になりますかっていうのがあるんですけれども、でも、うん、仲良くなった証というかこれしたら結構距離縮まるなっていつも思うのが、うんうんうん、銭湯に行く。
あーちょっと裸の付き合いはな、確かにでかいかもしれないです、うん、それそうですね、うんうんうん、いつもなんかその友達とかとずっとその学生以来仲良くしてた子とかでも初めて銭湯とか、うんうん、お泊りでなんかホテルで一緒に温泉とか入ったら、うんうん、より深まる感じが、あーなるほどな、するんですよね。このお風呂の中で積もる話とかしたりしますもんね、はいはいはい、うわそれめっちゃわかるな。確かにありますか、ありますか。え、私は結構、うんうん、あのお酒を一緒に飲む、うん、なるほどな、かな、うんうんうん、なんかお酒があったらやっぱり長く一緒に喋れるから4時間とか5時間とか、うんうん、それで結構いろんなことも分かって盛り上がって、仲良くなるかなって感じですね。確かになんかあのお酒飲むと結構本性が出てきたりとか、うん、普段隠してる部分がちょっと垣間見えたりするじゃないですか、ね、確かにそう、お酒を飲むことによってお互いの本当の姿が見える時とかありますもんね。そうだな、でもそう思ったらキャッチボールめっちゃ可愛い、可愛いそうかもしれない、公園とかでお金かけずにできるしそうです、確かにそうです ね、めっちゃいいですよね銭湯とお酒結構すごい大人かもしれない、渋いかも、バリエーションがすごいですね、なんかでもいいですね、その通りだなって思いました、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてパスコードさんといえば第2期のオープニング主題歌スキラウェイクでございますね、はい、本当にあの、あ流れた、これこれ流れましたね。そう、なんか第2期が始まるにあたってこう前もってこう見せていただいた瞬間があったんですけれども、はい、すごいなんかこのギターとかベースとかのリズムを刻む感じがすごくなんか重くずしりこう心にのしかかってくるなっていうのと、あのサビに入ると一気にこうスピード感が増して疾走感あふれるあのメロディーがすごくグッとくるなっていうのを個人的に感じて、でなんかあの歌詞も鑑定スキルにのことを思いながらこう書いてくださったのかなって思うような歌詞もところどころに書いてあのなんか含んでくださっていたりとかして、すごくこのオープニングのイラストとか絵にもすごくマッチしてて、もうすごいありがとうございます大感謝みたいな感じで、本当に素敵なオープニングになったなっていうのをすごく感じました。嬉しいです、ありがとうございます。いやこちらこそです、めっちゃ本当に嬉しい感想ばっかり詰まってた、ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえいえ、でも以前特番でそう皆さんからメッセージをいただいたんですよね、生特番の時に、はい、本当にその説もありがとうございました。こちらこそありがとうございましたありがとうございますその時にあの作中の登場人物の気持ちに沿って制作したっていうお話もしていただいていたんですけど、うんうん、やっぱりそうなんですか。実はそうなんですすごい、やっぱ私の読みは合っていましたねそうなんです。で、うんうん、それを言ってから結構、うんうん、見てくれてる方とかも、うん、なんかどの登場人物の心情なんだろうって結構考えながら聞いてくれてる方とかも多くて、うん、なるほどなるほど、 X とか見ててもそういう感想も多かったんですけど、うんうんうん、割とそのリーツさんかリシアさんかな、はい、みたいなのが多かったですね。あ、そうなんですね。そう捉えてくれてるんだなっていう、視聴者さん、はい、側からするとそのお二人が多かった、多いのかなって感じでしたね。なるほどな、確かになんかこう私の目線で言うとやっぱ主人公のアルスだったりとか、うんうん、それこそ家臣のみんなの気持ちが心情とかが入ってるのかななんていうのを私自身も思いましたし、やっぱあれなんですかね、こう特定の人っていうよりかは、うんうん、こうなんか聞いてくださってる皆さんに、はい、考えを委ねるタイプの楽曲みたいな、ね、なんかオープニング見ながら、うんうんうん、ここはこの人なのかなとか思ってもらいながら聞いてくれたらすごい嬉しいですね。なるほど、ありがとうございます。ちなみにお二人はアニメはご覧になりましたか。毎週リアタイさせていただいてますありがとうございます。本当になんか気になるキャラクターとかお伺いしちゃったりしてもいく
あ、私はあのリーツさんがかっこよくてキャーってなるときあります。あ、かっこいいですよね。かっこいいです、リーツさん本当にめっちゃかっこいい。うん、やっぱ強いって正義ですよね。本当に、まあ、あの頼もしくて本当にかっこいいですよね。いろんな方向からのかっこよさが詰まってる人だなっていうのを感じますね。ありがとうございます。メールの方、楽曲に関するメールもいただいておりますので読ませていただきます、はい、ラジオネーム水の精霊さんからいただきました。ありがとうございます。藤原さん、ゲストのパスコードの大神さん、有馬さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。YouTube にて先行公開された鑑定スキル第2期のオープニング毎日視聴しております。アルス君の成長、増えていく仲間たち、エモすぎます。曲のサビで戦闘シーンになるところとか、サイアンドコースすぎます。オープニング映像を見た時の感想やレコーディングの裏話などをぜひゲストの大神さん、有馬さんからも伺ってみたいですというご、お便りいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。確かにあの収録するときはあれですもんね、はい、あの映像はない状況でしたもんね。そうです、はい、そのアニメで初めて見てはね、うん、あ、そうですよね、うん、混ざった時の感想とかあります？あ、こう映ってんだみたいな。あ、でもそのオープニング映像を見る前のそのレコーディングの段階で、うん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 、なんか結構その空とか、うん、なんか草原とかそういう感じのイメージだなって思ってたら、はい、結構空のシーンとかが多かったじゃないですか。あ、確かに最初の方とか、うんうんうん、だからあ、やっぱりそうなのかと思いました。なるほど、曲から感じるイメージは、はい、なんか同じものを、うんうん、その作ってらっしゃる方だったと感じてたんだなと思ったらめっちゃ嬉しかったです。あ、なるほど、空で始まって空で終わるから、めっちゃいい。あ、やっぱりこのやっぱ戦場のシーンとかもあったじゃないですか、うん、 ありましたね。力強さとかそういうこともやっぱ盛り込まれていただけたのかななんて思う、うん、すごいですね。やっぱ鑑定スキル作る上で作り手のみんなの気持ちは一緒っていうことで、ちょっとそれ嬉しいですね。やっぱチームの一人にパスコードさんも入ってくださってるって思うと嬉しいですね。本当に嬉しい。ありがとうございます。本当に結果ね、素敵なオープニングに出来上がったんで、本当にありがとうございます。ということで、そのパスコードさんの特徴の一つでもあるデスボイスなんですけれども、はいはい、こちらは有馬さんがご担当されているっていうことで。そうですね、私がやってます。うわー、すごい。本当にあのオープニングバーって聞いてて、うん、わー、すごく爽やかで疾走感ある曲だなって思ったこう終わりがけにうえーって、それこそさっきのあの、ね、ブルタさんと同じような感想に私もなって、うん、なんだろうな、あの力強さ、その戦場、まあ、第2期ってすごく戦場に向かってこう進んでいくお話にもなるので、うんうん、そういう厳しさとか力強さがなんか楽曲にも表れているのかななんて思ったりするんですけれども、なんか全楽曲にデスボイスって取り入れてらっしゃる感じなんですか？バラードとかにはさすがに入ってないんですけど、バラードが多分2曲ぐらいしかなくて、そうですね、2、3曲とかですね、うんうん、あ、そっかそっか。で、全体の楽曲で60ぐらいあるかな。おー、すごい。なんで57、8ぐらいまでスボイスが入ってます。98% ぐらい入ってます。なるほど。今日初めてお二人とお会いしたんですけれども、有馬さんがデスボイスやられてるっていう風にお聞きして、すごい、このおー、お綺麗な方がみたいな感じですごく、ちょっとまだ未だに藤原実感を得られてないんですけども、ちょっとなんか、いや、ちょろっとやっていただいたりとか。あ、全然全然できます。なんて言ってほしい、なんて言ってもらおうかな、なんて言ってもらおう、言ったものの藤原夏美って言ってもらおうかな。藤原夏美イエーイみたいな感じのことを言っていただいてもいいですか？わかりました。すいません、本当にありがとうございます。藤原夏美イエーイ。すごいすごいすごい。すごい、ありがとうございます。本物ってすごいんだ。音量が結構すごくてびっくりされちゃうんですけど、予想以上に圧、音の圧がすごくてびっくりしちゃいました。すいません、本当に貴重な貴重なデスボイスを本当にありがとうございます。すごいね、やっぱレコーディングとかも
もう毎回大変ですか、スキラウェイクの大変かもです。結構息とか上がるんで、みたいな、終わった、すごいってなっちゃう。もうだって独特な発声法ですもんね、うん、なんかデスボイスって。そうですね、あんま多分普段しない。そうですよね、しない。普段の生活ではしないかも。海行ったりとかしてイエーイみたいな、海行ったりとかしない。さすがにしないですか。さすがに、あ、まあでも疲れた時に、あー疲れたみたいなのでちょっと出る時は、なるほど、あるけど、そのはぁの感じがデスボイスに活かせられたらいい感じですかね。ですね。ちょっと今のちょっとコツをちょっと教えていただいたんで、私もあ、いい、いい、今はやらないですよ。え、聞きたいですよ。え、いい、あ、そんなプロの方を前にやってもいいんですか。え、ぜひぜひ聞きたい。聞きたいです。じゃあ鑑定スキルイエーイとかにしようかな。じゃあいいですか、すいません、僭越ながら。はぁ、でしょ、はぁ、鑑定スキルイエーイ。全然ダメですね。でも今のは何点でしたっけ。100点満点中。それはそれですごいいいと思う。優しい、ウォローが優しい。え、なんかあの男って感じでした。あ、男って感じ。あの漢字の漢で男って感じ。ああ、なるほど、うん、ちょっとやっぱその真のデスボとはちょっとデスボ点数で言うとそんなに。デスボ点数で言うと、うんうん、あ、でも全然いけます。40点40点か。なるほどな。もしかしたら役者をやってる上でデスボをこうお披露目しなきゃいけない時も来るかもしれないので、ちょっと有馬さんから今日盗んで帰りたいと思います。はい、ありがとうございます。すいません、本当にお耳汚しを失礼いたしました。ありがとうございます。ということで、ここで一曲お届けいたしましょう。曲紹介はゲストのお二人からお願いいたします。転生貴族、鑑定スキルで成り上がる第2期オープニング主題歌、パスコードでスキラウェイク。Yeah.
鑑定スキル第2期はバトルも盛りだくさん。そこでラジオもバトル企画をスタートさせました。私とゲストさんが様々な対決企画を行い、もし私が勝った場合は家臣になっていただきます、ということで、今回もね、私が勝ったらパスコードのお二人に家臣になっていただく、まあ、でも家臣になるっていうのはね、あの企画上の話なんで、そう本当にあの藤原さんの私生活の家臣とかにはならなくて大丈夫ですかね。そうですね、大丈夫です、大丈夫。なっていただけるのであればとてもありがたい。あ、なるほど。そんな負けた時はちょっと考えます。ちょっと お忙しいお二人なんでね、そんな、あの贅沢なことは言わないですけれども、逆に私が負けた場合は参りましたって言います。はい、はい、ということで、参らせたい。現在の家臣は田中由紀さんと野上翔さんということで、前々回と前回でようやく家臣を手に入れることができました。はい、ということで今回パスコードのお二人とお届けするのはこちら、デスボイスで単語聞き取りテスト対決。はい、ということで今回は有馬さんにご協力いただきまして、デスボイスで何かしらの単語を言っていただきます。私と大神さんは何と言っているのか当てる早押しクイズ対決でございます。すごい、あの有馬さんにたくさんデスボを話していただいて私と大神さんが当てるというゲームになるんですけれども、パスコードならではですね。ですね、本当にめっちゃ面白そうなんですけど、このようなゲームみたいなことやったことありますか？ないです。ないけど一度もないです、はい、めっちゃ面白くない？面白そう。なんか、はい、私自身も、はい、あの普段から有馬のシャウトは聞いてるはずなんですけど、はい、でもあの日本語の一単語、とかで聞くことないし、そうか、英語とかで話すことが多いの、いつももう歌詞をあらかじめ知った状態で聞いてるので何言ってるかも分かるんですけど、はい、知らない状態だと聞き取れるのかがちょっとまだ分かんないですね。おやおやいいのかなこれは。いや、なんかあの大神さんは普段からやっぱあの有馬さんのデスボを聞いているので、はいはい、有利だと思ってたんですけれども、はい、やっぱそれを聞くとちょっと対等な平等な感じなのかな。でそれで粋な計らいでちょっとね、私が先に答える権利をちょっといただけてるみたいな。いいんです、このままで私がいただいちゃって、すいません、ちょっと失礼いたしまして、私からちょっと答える権利だけいただきます、ね、はい、はい、ということで、すいません有馬さん、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは単語をお願いいたします、はい、爆裂魔法。あ、え、あ、これも分かったらもうあいって言って言っちゃっていいんですもんね。はい、藤原さんどうぞ。爆裂魔法、正解です。やったー、やったー、やったー、ありがとうございます。お、すごい、わ、まあ、一発正解だ。ほんとだ、やばいやばいやばい、家臣に近づいてきちゃった。あ、ですよ、この調子で私がやばいやばい、どん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 正解していきたいと思いますよ。わー、ちょっと次は絶対正解します。よっしゃ、次の単語お願いします。いい塩梅でお、します。お願いします。うらい隠そう、ひどいじゃん。はいはいはい、ちょっと待って。どうぞ。いいですか。どうぞ。内閣総理大臣。どうだ。イエーイ、やってた。待って、デスボのデスボのバリエーションがすごい。あ、そうなんです。すごい低音で出ましたけど、今回あっちはシャウトとかになる。シャウトとかですよ。すげー、やっぱプロすげー。いや、当てられたし、当てられちゃったし、大神さんに。そう、ちょっともう一個、これ私がめちゃくちゃ聞き取りづらくしたら、うんうん、2人とも答えれるし、うん、大神にパスを渡せるということですよね、多分。おね、じゃあちょっと崩して言ってみようかな。おより難易度が高く、すごい難易度アップ、はい、ちょっとね、はい、歌詞になるのはそうしないといけないので。確かに。まずい、お願いします。すごい、本気で来てくださるみたいです、はい、それでは続いての単語お願いします。ガドビガイアカラカフ。待って、待って、ほんまにわからない。どうしよう、どうしよう、本当にわかんない。あれ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 、一
字単語もわからない。待って待って。そう？それ分からへんかな。あの思ったより長かったですよね。ですよね。あれ？それでもう一つの単語なんですか？あ、単語ではないです。あ、なんかの言葉。なんかの言葉。どこかに書いてある条件みたいな。条件。条件。なんかもうあの何文字だったかも覚えてないですもん。やっぱりそうですよね。え、これもう一回聞くのってありですか？もう一回、もう一回いいですか？はい。お願いします。このビビアコロゴマジわかんねえ本当にここ全部お行の言葉に聞こえます。え、なんだろうマジ鑑定スキルに関係することではあるんですか？いや、関係ない。関係ないですね。え、これヒントとかって言って OK ですか？あ、物件を紹介しているサイトに載ってる、はい、日当たり良好なんとかかんとかみたいな感じの。あ、そういう条件。なるほど。え、ちょっとそれを踏まえてもう一回聞いてもいいですか？はい、お願いします。このビビアコロゴン。あー、わかる。え、嘘。え、待って。え、待って。え、最初のとこなんて言ったんだろう。え、絶対にそういう条件に入ってるの見たことないけどいいですか？あ、もちろんです。いかがでしたか？子供の心を読み取れ。どういうこと？なんかもう最初の部分がもう子供にしか聞こえないんですけど。そっか。全然物件の内容から全然ないですよね。でもそんなのすごい。子供の心を読み取れ。やばい。めっちゃ予想の斜め上のこと書いてきてめっちゃおもろい。え、なんだろう。いや、難しい。ちょっと言っていいですか？はい、どうぞ。なんとかかんとか駅徒歩5分って聞こえたんですよ。でもなんとかかんとかはなんて言ってるかマジでわかんない。あ、タイムアップ。え、でも藤原さん惜しかったです。惜しかったですか？後半合ってる感じ。うわ、やった。なんだったの？答え教えていただいてもいいですか？答えはですね、角部屋駅から徒歩5分。え、うん、角部屋？角部屋部屋から5分って言いました。もうなんか言いすぎて下車から徒歩回。でも結果間違ってても間違いが分かんなかった。分かんなかった、ね、言うぐらい全然分かんなかった。完成度が高すぎて。待って、こんなに読み解けないもんなんだ。ちょっと悔しいですね。いや、悔しい。え、もう終わりですか？まだ次の単語いける。あ、よし。じゃあ今負けてますね。あ、ちょっとパスコードチーム、遅れを取っているパスコードチーム。あー、どうしよう。次の言葉お願いいたします。ラブサイガーラブ。また難しくなった。ワンスリーガーワー。そんな感じですよね。でもワンスリーガーワー結構短かったな。結構ちょっと もう一回お願いします。ダブスリーガーワー。え、わかんない。え、なんか歌ってます、それ。リズムに、リズムに乗ってる。The wheels give come back みたいな。英語っぽいな。英語は絶対わからん。なんだろう。え、ちょっとヒントいいですか？英語っていうのはちょっと近くて。お、うん、マジか。動物の名前で。あ、動物の名前。動物の名前。だから鹿とかじゃなくて、ゾウとかじゃなくて、うん、その英語から来た名前の動物が。なんだ？なんだ？ダウンゼゼカウント。そんな動物いたっけ？いたっけ？いたっけ？あ、でもその動物以外に、うん、あの前につく言葉があります。なんだろう？何かの後に動物。そう。ごめんなさい、酷使させてしまって、もう一回いいですか？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。ダブスリーガーロー。待って、だ、だ、だ、あ、
ダーウィ大好き大好き、はいはいはい、あ、どうぞ。大好きラッコ違う、結構来たと思った。これえ大好きガチョウブブえ、わかんない、ね、わかんないわかんない。頭文字はドです。あドド動物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 かあ、はい、あ、どうぞ。動物ビスケット。あれあれ何言ってんのみたいな顔しましたよ。結構当たったと思った。はいはい、どうぞ。あれいる動物ですもんね。あれ違うな。います。動物園に行こうよって言ったわけじゃないですもんね。惜しい。あ、惜しい。で、確かに動物園ってちょっと聞こえましたよね。そうですよね。動物園もちょいっと、はい、OK です。崩しでいいですか。動物園にゴリラ。あ、分かった。はい、藤原動物園にゴリラ正解です。いや、でも惜しかった。すごい。1個前のやつで行こうよまで近づいたら結構すごいです。おすごい結構く崩す結構崩してたけど、はい、聞こえてらっしゃったんで、ちょっとゴリラだ、ゴリラだな。ゴリラでしたね。すごい、だいぶ 100% デスボイスだとゴリラがあんな風になるんですね。そう、すごい。すいません、本当たくさんデスボイス披露していただいてありがとうございます。楽しかった。はい、ということでね、対決は以上となりまして、おい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 。ということで、今回の勝者は私、藤原夏美でございます。ありがとうございます。負けてしまった。すごい、本当にありがとうございます。ちょっとお決まりのセリフがありまして、はい、藤原が勝った場合、歌詞になってください。お二人とも歌詞になってください。お願いします。お供します。ありがとうございます。家臣ってお供するで合ってるんですかね。合ってます。お供します。合ってます。ありがとうございます。すごい、なんか生のデスボイスをこんな間近でこのような楽しい感じで披露していただけるなんて思ってもみなかったんで、本当にありがとうございます。こちらこそ。もう私今日2人ですけども、はい、連帯責任ということでパスコードメンバー4人全員もう家臣ということでお願いします。いいんですか。何でもやります。ぜひぜひ。4人で家臣に。4人で家臣になります。いや、ちょっととんでもない家臣の方来ちゃったんじゃないですか。本当ありがとうございます。後戻りできませんよ。怖何させられるんだろう。いや、でも本当にありがとうございます。ということで、僕の家臣になってください。本日はデスボイスで単語聞き取り対決をお届けしました。それではここで鑑定スキル関連の最新情報をお届けします。まずは鑑定スキル第2期ブルーレイの発売が決定いたしました。全3巻構成で第1巻の発売日は2025年1月29日水曜日です。収納ケースの表紙はキャラクターデザイン八尋優子さんの新規書き下ろしイラストです。そして第1巻には原作未来人 A 先生書き下ろし小説が封入されています。表紙イラストはキャラクター原案のジミー先生書き下ろしになっております。続きまして音楽情報です。田中由紀さんが歌うエンディング主題歌ファミリアが好評配信中です。ファミリアが収録されたソロデビューアルバムクライアも好評発売中です。ぜひチェックしてみてください。続きましてパスコードからのお知らせです。12月18日水曜日に鑑定スキル第2期オープニング主題歌スキラウェイクが発売です。こちらは好評先行配信中ですので、ぜひチェックしてみてください。そしてパスコードアジアツアー2024が絶賛開催中です。日本公演は12月17日火曜日東京ゼップダイバーシティ、12月19日木曜日愛知ゼップ名古屋、12月21日土曜日大阪ゼップ大阪ベイサイドの3公演が決定しています。詳しい情報は私たちの公式ホームページ SNS をチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。すごい、アジアツアー
なんですね。アジアツアーなんです。すごい、もうアジア国境を越えてパスコードさんの歌声が。そうですね、それを機にこの鑑定スキルとかをね、アジアに広まってくれたらすごい嬉しいなと思います。すごいいいこと言ってくださいありがとうございます。本当ですね、本当、いろんなあの国の方にね、鑑定スキル知っていただけたら嬉しいな、なんて。あのツアー頑張ってください。ありがとうございます、はい、応援してます。ありがとうございます、はい。そして今週末アニメ17話第2期の5話なんですけれども、タイトルはサムク城攻略。田中さん演じるセレナに要注目でございます。そしてトーマスの作戦、セレナとフレードルの確執、さらにアルスの仲間たちの成長と見どころがたくさん詰まった1話になりますので、皆さんぜひ見逃さず楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。以上、鑑定スキル関連の最新情報でした。鑑定スキルの花金ラジオ。鑑定スキルの花金ラジオ、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。番組ではアニメラジオの感想、私やゲストさんへの質問をお待ちしております。メッセージは現在お聞きのサイトにあるメッセージ投稿フォームをご利用ください。たくさんの投稿をお待ちしております。そしてゲストの本上さん、有馬さんも本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったですか？楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったです。まさか本当にあんなデスボイスを披露していただけるなんていや、こちらこそいっぱい叫ばせていただいてありがとうございます。いやいや、本当に嬉しかったです。あのお二人のお人柄が本当に素敵で、すごい、あのめっちゃ私自身も緊張して、アーティストさんを。本当ですか？いや、もうそうです、もうアーティストさんをお迎えするのは初めてだったので、私自身も。そうなんですね。そうなんです。あのお話、どんなお話できるかなって緊張しながら今日来たんですけれども、はい、すごく二人ともフレンドリーに接してくださってもう私自身めっちゃラフな気持ちでラジオトークさせていただきました。ありがとうございます。本当に私たちも最初はあの、うん、アルス君の声だって、ね、本当ですか？アルス君だってなったんですけど、お話ししていくうちになんかキャッチボール好きだったりとかなんか普段の藤原さんの感じがすごい知っていけたので。あ、本当ですか？嬉しかったです。あ、そう言っていただけて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にあのまたね、鑑定スキルのどこかあのご一緒できる機会があったら、うん、その時にはぜひまたよろしくお願いいたします。ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。ということでお別れでございます。お相手はアルスローベント役の藤原夏美と、パスコードの大神ひな子と、有馬えみりでした。それでは皆さん、良い週末を。